左上、正常な画像を右上、単純な禁止左下、A イコール0度の正乱視右下、A イコール90度の正乱視乱視は、目の屈折以上の一つ。角膜や水晶体が歪んで、回転体でなくなることによって、光の屈折がずれ、焦点が合わなくなる。生物の目は完全ではないため万人が、乱視の要素を持っているが、軽微な場合は、問題がないことが多い。ものが、 多重に見えるなど視覚に問題が生じる場合は、屈折補正を要する。円柱レンズ光が2箇所で、焦線を結ぶ乱視。ほとんどの乱視は、正乱視に分類される。弱い乱視のみで近視のないものや乱視。近視ともに弱いものは、眼鏡等で矯正していなくても、近くについては、目が調節することによりまずまずの見え方が得られるので、自覚症状は、遠くが見えづらいことが主となり、 自覚症状や視力値だけでは禁止と区別がつきにくい。例えば C-0.50DX180 の乱視があって禁止がないものが遠くを見る場合、縦の線ははっきり見えても横の線は -0.50D だけぼけて見える。しかし同じものが近くを見る場合は最もマシな見え方になる調節度合いを目が探すので、縦の線が はっきり見えるところと横の線が、はっきり見えるところの中間、すなわち2箇所の小線の中間に調節することにより、縦の線のボケはプラス 0.25D、横の線のボケはマイナス 0.25D となる。つまりどの線もプラスマイナス 0.25D のボケで、すみ、それほど問題ない見え方となる。厳密には、近くの見え方も、乱視のないものほど鮮明ではないが、 本人はその見え方に慣れているので、近くの見えにくさを感じることは少ない。弱い卵子と弱い遠視を合わせ持っているものは、目が調節することにより、遠くも近くも、まずまずの見え方が得られるので、自覚症状はあまりない。例えば、C-0.50DX180 の卵子と S+1.00D の演視を合わせ持つものは、遠くでも近くでも、 上述のように調節することによりプラスマイナス 0.25D のボケで済み、それほど問題ない見え方となる。実際には遠くの見え方も近くの見え方も乱視のないものほど鮮明ではなく、最もマシな見え方になる調節の度合いを目が常に探さなくてはならないため眼性疲労の原因になるが、本人はその見え方や疲れ方に慣れているので、自覚症状を訴えることは少ない。 しかし、C 値の大きさがマイナス 1.00D を超える強い乱視では、2箇所の焦線の中間に調節しても、十分な見え方が得られず、遠くも近くも見えづらくなる。例えば、C-2.00D の乱視を持つものは、常実のように調節してもプラスマイナス 1.00D のボケを生じ、視力に問題を感じることになる。乱視表視力検査では、 放射状の線からなる乱視表を使って検査する。乱視なら、ピントが合っていない方向の線ははっきり見えるが、ピントが合っている方向の線はぼやけてあるいは二重に見える。正乱視の場合、最もはっきり見える線の方向が、乱視の軸角度となる。つまり、直乱視なら、縦線、等乱視なら応線がはっきり見える。ランドルト間でも、乱視を検査できる。乱視ならば、 管の切れ目の角度により視力に差が出る。ただし、正確な検査は難しいので、乱視表と併用するか、クロスシリンダーを使う。クロスシリンダーは、2枚の円柱レンズを垂直に重ねた効果を持つレンズで、裏返すと縦横が逆転するよう45度の角度に柄がついている。乱視なら、クロスシリンダーの表と裏どちらを使ったかで視力に差が出る。 また、クロスシリンダーをある角度にしたとき最も視力が良くなり、その角度で乱視の軸角度がわかる。円柱レンズで補正できることからわかるように、乱視には方向がある。これを軸角度という。視力矯正の場合には、軸角度を A で表し、レンズの軸が水平方向の場合 A イコール0度、円直方向の場合 A イコール90度と決められている。 a イコール0付近の乱子を直乱子、a イコール90付近の乱子を等乱子、それ以外を遮乱視子という、レンズの強さは C 値で呼ばれる。C イコール -0.50D、a イコール77度の場合、矯正するレンズはと表す。乱子は、メガネ、コンタクトレンズ、レーシックで矯正できる。円柱レンズを使えば、乱子自体は矯正できる。 円柱レンズによって正常視となる乱子を単性乱子という。単性乱子でない場合は、円柱レンズによって禁止、または遠視となるので、さらに保レンズ、または突レンズによる矯正が必要になる。この2枚のレンズの機能を1枚で果たすトーリックレンズを使うことが多いが、禁止、遠視用コンタクトレンズと乱視用メガネを併用することもある。通常のコンタクトレンズは、 角膜上で自由に回転するが、乱視用コンタクトレンズは角度を固定しなければならないため、特定の角度で安定する工夫がなされている。メガネによる強制眼鏡では弱い乱視は強制しないことがある。メガネによる乱視の強制は、物が縦長、横長、またはひし形に歪んで見えることによる空間視の違和感を招くことがあるため、それを避けるためである。 弱い卵子ならば矯正しなくても、近視を強めにあるいは遠視を弱めに矯正することにより、問題ない見え方を得ることができる。例えば、C-0.50D の卵子があっても、近視を S-0.25D 強く矯正すれば2箇所の小線の中間に目が調節することにより、小さなサク桜炎が得られるので実用上問題ない視力が得られる。強い卵子にあっては、 そのような処方では満足の育種力が得られないので、違和感を覚悟の上で、卵子強制をすることになる。その場合でも、実際より弱くしか強制しないことも多い。卵子を実際より弱くしか強制しなくても、近視を強めにあるいは炎症を弱めに強制すれば、問題ない視力を得ることができる。どの程度の卵子から強制するか、どの程度まで強制するかは、患者の要望や、 それまでの強制にもよる。例えば、患者が鮮明な見え方を強く望めば、通常ならば強制しない程度の乱視でも、強制することになる。強い乱視があったとしても、それまでに強制したことのないものならば、まずは、実際より弱い強制からならしていくことになる。すでに乱視を強制するメガネに慣れているものならば、実際に近いところまで円柱度を強めても、違和感を生じにくい。 現在の測定結果だけを見れば強制する必要がない程度の乱視であっても過去にもっと乱視が強かったなどの理由で円柱度の入った眼鏡に慣れていれば弱い円柱度を入れた方が良いだろうその方が慣れた眼鏡からの変化が少なくまた現在の眼鏡よりわずかでも見え方が不鮮明になると見え方に不満が出やすいからである軸角度についても斜めの軸角度では 違和感が強く出やすいので、90度か180度か、いずれかに近ければ90度か180度ちょうどの処方にすることもある。見え方は劣るが、違和感を減らすことが期待できる。ソフトコンタクトレンズによる強制乱使用ソフトコンタクトレンズでは、軸ずれにより見え方が不安定になることがある。すなわち、コンタクトレンズが角膜上で間違った角度に回転してしまうと、 乱子を強制していない時よりかえって見え方が悪くなってしまう。また、乱子用ソフトコンタクトレンズは、乱子用でないものより厚く創用感に劣る。そのため、ソフトコンタクトレンズでは、弱い乱子を強制しない傾向がメガネ以上に強い。弱い乱子ならば強制しなくても、禁止や強めにあるいは遠視を弱めに強制すれば問題ない、視力が得られる。上記のことを前提として、 乱子用ソフトコンタクトレンズは弱い円柱度数のものを製造していない銘柄が多い。軸角度も数種類しか用意していない銘柄が多いので実際とずれていても製品として存在する軸角度で禁似して矯正する。ハードコンタクトレンズによる強制ハードコンタクトレンズによる乱子矯正はメガネやソフトコンタクトレンズによる矯正とは考え方が異なる。 メガネやソフトコンタクトレンズでは角膜や水晶体の歪みと反対の歪みを持つレンズを使うことで矯正するのに対してハードコンタクトレンズでは歪んだ角膜の代わりに角膜の上に乗せられたハードコンタクトレンズと患者の類液が新たに歪みのない角膜の役割を果たすことにより乱視が強制される。乱視を矯正しないとか実際より弱く矯正するとか 言ったことはなく、ハードコンタクトレンズを創用した時点で嫌をなく、乱視が強制されてしまう。水晶体の歪みによる、分の乱視は強制されずに残るが、通常、水晶体乱視は、角膜乱視に比べて軽微なので、角膜乱視だけ強制されれば問題ない視力が得られることが多い。どこにも焦点が結ばれない乱視。角膜の異常により発生することが多い。 不正乱子が全くない人もほとんどいないが、補正なしあるいは、禁止、遠視、正乱子のみの屈折補正で1.0以上の視力が出れば通常を問題にしない。ハードコンタクトレンズにより補正可能だが、コンタクトレンズが使用できない場合、屈折補正の効果が低い場合は、外科手術を要する。目玉カフェ視力はこう読む。ありがとうございます。